じゃあ、プロテキューです。我がチャンネルの負の遺産、ユナチャンネルに物申す。っていうコメントで、バンダイナムコゲームズで笑った、なんか敗北感あるなっていう、すごく嬉しいコメントをもらったんですよ。でも、バンダイナムコゲームズっていうのが、どこにあるかわからないということは、動画全部見なきゃいけないと。で、俺見てもね、いや、俺ナルシストだから、なんか勝手に、動画なんかよくわかんないけど、ナルシストだから大丈夫でしょって思った。ナルシストなのかわかんないんだけど、見たら最初のなんか下りが胃もたれするくらいに、なんつうのかな、もうチャーシューにマヨネーズかけてきたぐらい。もうチャーシューにマヨネーズだよって言って、いや焼肉もとか言って、サーモンチーズでしょうとか言って、で、ステーキでしょうとか言って、で、エビフライでしょう、とんかつでしょうっていう、もう怒涛の油コンビたちが俺に襲ってきたと。そのレベルで胃もたれするんですよ、冒頭で。もう、冒頭でね、もう1週間分のディナーが来た。うーですよ。それもね、和食じゃねえんだよ。洋食。それも和食っていうか、日本食のとんかつエビフライ。そのエビフライも、こんなぶっといロシみたいな、すげえ、やつが、毎回来るレベルで胃もたれするんだよ、冒頭だけで。っていう、意味のわからない比喩を使っていました。ということで、実際見ていきましょう。まあ、私はね、こういう顔とかするんで。誰得だよってね。うざい。うざすぎる。ここで笑ったんだね。ごめんなさい。見れない。ひどすぎる。ひどい。もうなんか、もう悲鳴を上げるな、脳が。脳死ですよ、脳死。何してんだよ、こいつは。してんだろうな。今夜だから大きな声出せないんだよ。本当にね、悲しいよ。ということで。まあ、やるか。動画一気に公開するんで、みんな見てちょ。てか、プロトンの人生ってやつでいっぱい出しますけど、ちょっとこれよくわかんないです。なんかタイトル付けので、それも PALTE パートって言うんですけど、パートなんとかにしようと思ったんですけど、俺の人生ってさ、その動画から始まってるわけじゃないよ。俺も生まれた時から換算すると、っていう感じになっちゃう。まあ、後で計算しとくと違うんだよ。その1年って364日じゃないんだよ。って考えた時、1年が365日で、1日抜けてればいいって思ってんだけど、あれ、1年365日ないんだよ、ほぼ。
誰か多分5っていうきりいい数字にしたいんだけど、364だったり363だったり366だったりするんで、もうさ、ほんとムカつく、世の中ムカつくわ。さあ、これ動画にするわ。もっとテンション高くする。ほんとね、世の中これだけだな、俺が今怒ってんのは。俺が一番怒ってんのは、1年がね365日、ウルー年の時は364日になってほしい。ここね、やっぱね、しっかりしてほしいよね、本当に。でもさ、月の読みで言うとさ、1年ってさ、どれくらいか知ってる？月っていうのは28日周期で変わんの。多分ね。いや、絶対そうだね。だから、1年って月周期で言うと336日なんだ。なんだっけな、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、13月。ああ、頭おかしいな。13月、それは口にしてはいけない。13月と口にしてはいけない。もうビログを超えたクソログ、ほんとクソですわ。うるさいな。パソコンが悲鳴上げてる。オーバーウォッチまた新キャラ出たの？撮影中にマサイ族に襲われるドッキリ。あ、猫伝さんが動画出してる。見なきゃ。痛い。何これ。これどうすんの？さあ、 YouTube ってさ、ガキ多いからさ、誤字脱字にさ厳しすぎんだろ、ガキ同士がさ。 YouTube って何？ねえねえ、何それ美味しいの？おい、何それ？何それもおかしいけどね。米編集して隠すなよって。編集してないですけど。編集してないじゃん。みんなひどいな、そうやって酔ってたかって。泣いちゃってんじゃん。違う時の部で私。へえ、猫店さんは陸上部だったんだよ。俺今ね、筆記部、引きこもり部。まあ病気も相まってっていうけど、まあ学校に行きたいっていうのはね、思わないんだよ。人間ってさ、いじめの話とかも俺どうだっていいの？いじめられてたからどうなんだよとかじゃなくて、そのなんか、そのね、その俺はなんで、まあこういう引きこもりになったかっていうと、いじめられてから引きこもったんじゃなくて、いじられるのは全然いいんだよ。それに何も言ってなかったら俺も悪いし。そのさ、部活とかなんなりでさ、自分の居場所をなくして自分が悪いと思うんだよ。だから俺もね、いじめを面白くできるタイプの人間だったはずなんだよ。それなのにさ、なんかやっぱ中学デビューじゃないけど頑張ってさ、めっちゃ頑張ってよ中学。まず議長っていう意味わかんないやつやって、号令係っていうのやって、なんか
美化委員会だっけな。あ、補体委員会だ。俺、運動できないけど。補体委員会にずっと入ってて。で、剣道部で塾行って、家庭教師さんを雇ってもらってとか言って。で、それは勉強できるわなって。それもすげえプレッシャーだったの。な、プロトンは家庭教師雇ってるから、そりゃ上位入って当然でしょって言われてんだよ。それ全然上位入れてないから。バカだからしょうがないんだよ。バカなんだな。そりゃバカはニンニクバナになりますわ。その、なんだな。俺は今 YouTube が大好きなんだよ。なんつうんだろうな。あれ？話してたか忘れちゃったな。YouTube 好きなんだよ。なんでみんな勉強するか知ってる？好きなもんがないからなんだよ。俺ムカつくのはさ、勉強はさ、善だと思ってるのはダメだよ。勉強は一つの糧。人生をイージーモードにするか。でも、イージーモードっていうか、レッテルだよね。いいレッテルか悪い、あ、ちょっとごめん。高一 TV があるわ。って言って、お、高一 TV へ。新学期ということで、自己紹介に使える示しを。さすが高一様です。最近面白い人で、アルファさんって人がいたんですけど、その人も8年前から YouTube やってるんですよね。見つけられなかった俺はね、まだまだでしたね。サンキューチョイスね。その、なんつうのかな、ちょっとね、なんかいい具合のチョコボール坊主になってきたでしょ。食べ頃だよ。ああ、でもちょっとまずいな。髪染めたいな、金色に。なんで黄色に染めるかって、ザ・ブルーハーツっていう、まあ代表曲、リンダリンダ。その、ドブネズミ、リンダリンダって曲があるの。まあ、そのバンドの河本大翔さんって人が、坊主に金髪やってて、うわ、めっちゃいいって思って。ドブネズミみたいに。ほかなさん、やだしがやだしをリツイート。やだしがやだしをリツイート。お、やだしがいいやつ。あ、いいって。首やっちゃった。俺ね、よっさんにね、フォローされてんだよ。高校生以上、できれば大学生以上限定でビジネス等の話聞きたかったら流れちゃうんで、毎日でも DM してきてねと。お、ほかなさんが。結構いいボケしたと思った後に、今のボケって言われると結構メンタルやられてます。まあ一般人なんてそんなもんだよ。俺も一般人だけどさ、そのさ、YouTuber ってどういう存在なんだろうなと思って、めっちゃ金稼げるの、YouTuber って。それは、なんだろうな。でも多分それは普通だと思うんだよ。だって、だから、その、テレビの余分な出すお金が少なくなってるから稼げて当然なんだよ。だから、なんか、本当ムカつくんだけど、YouTube バカにしてんだけど、その広告代理店からもらえるお金が、YouTube 様か何かに行くじゃん、やっぱり。どういう仕組みなんだろうな。
まあすごいんだろうね。でも YouTube はまあバブルだけど、もうすぐ弾けると思うけど、まあ弾けても俺はやるけどね。やっぱ YouTube 楽しいんだよ。すごく楽しいから、やっぱりさ、やんなきゃいけないと思うんだよね。まあ今できることっていうのは YouTube だし、なんか勉強ってまあいつでもできるしね。すでに遅しって時はないんだよ。なんか勉強はいつでもできるんですよ。ただ楽か苦しいかだけなんですけど、 YouTube っていうのは若ければ若いほど人気になりやすいんですよ。やっぱ見てればさ、高年齢で人気な人、高年齢で一番人気な人って言ったら、めぐみさん40歳で60万っていうのは、まあ、めぐみさんっていうのは特別な存在で、まあ、動画投稿者の元祖なんだろう。自分もあのね、アイドル、なんか花尾さんが言ってたには、アイドルっていうのはその成長過程をファンと共に分かち合い協力し合うことがファン、なんかアイドルって言ってたから、まあアイドル、 YouTube 昔っていうのはホームビデオ、最初の動画とかホームビデオとかでそんなもんばっかだったんで、メグインさんはホームページの準備が完了しましたって言って言ってたわけだ。まあ12年ずっと、それは誰よりも早くすることは難しいかもしれないけど、一回すれば終わりなんだけど、めぐみさんっていうのは動画投稿の元祖のスピードが12年前ですよ、今から。それで頑張ってた。で、今年で40歳。なんか28歳の時なんだよね。まあ、アキラ 100% の先駆け、メグワード大佐。アキラ 100% さんの方がもっとやってんのかな？多分。まあ。アキラ100で検索。アキラ 100% ってどれくらいからやってんだろうな。入れた。そういうこと？じゃあメグワード大佐の方が前なんだね。フル。でもさ、なんつうんだろうな。今の YouTube って言ってるけどさ、面白くないのは UM だけなんだよ。UM は俺最低だと思う。なんでかってさ、UM っていうのはさ、そういう、まあ、YouTube 様と絡んで、YouTube ジャパンだよね。YouTube 様とあんま関わってないけど、でも何か明らかにおかしいところはあるじゃん。なんか俺は UM っていうのが出て、良くも悪くもって感じなんだよね。その登録者トップがさ、 YouTuber がさ、全然 UM 以外でいないんだよな。そのなんだ、妄想グルメっていうのは違うんだよね。グルメ紹介するから。あ、びっくりした。 PR かって考えたら、俺すごいのはヒカルさんが今多分トップなんですよ。UM 以外でキャラで売ってるっていうのはトップで、グーズハウスっていうのは歌歌ってるし、ちょっと違うんだな、ネタじゃないからって考えたら、ヒカルさんすげえなって思った。あれ、ヒカルさんを否定するのはね、おかしいんだよ。そのヨシさ、石川紀之とかさ、トノとかさ言ってんじゃん、金使ってるだけじゃんって言うけど、それができなかったからなかったんじゃないのって話なの。お金があってたらやったんですか、でもお金はないんでしょって。お金があったらやってたって言うけど、その金がないんでできてないじゃん。だから俺はそのタブーにつけ込んだ。プラスに考えれば、 YouTube ではお金を大量に使うことがタブーで、間接的にお金を使うってことがイズムじゃん。まあ大物大量系とか、やっぱお金は物に変えてたんだけど、ヒカルさんは名前やりますっていう、今から買う、その
お金を物に変える動作、ここを動画にしてるわけなんでね。だから間接的にする部分のステップを動画にしてるっていうのは、俺は面白いなって。べた褒めですよ。まずお金持ってるやつがヒカキンくらいしかいねえんだよ、YouTube 上じゃ。なんつうのかな。なのにさ、それはそうなんだよ。人間って出ちゃったら当然なんだよ。だってそうだろ。ニュートン、アイザック・ニュートンさんだっけな。万有引力見つけた人だってそうじゃん。もう物が落ちるなんてみんな気にしてなかったけど、え？リンゴ、木からリンゴ落ちて、なぜに引力やってなったわけじゃん。そういうことだよね。だから俺は、でも今じゃ普通じゃん。いや、引力働いてるからリンゴ落ちるんでしょ。で、普通じゃん。だって今だって、じゃあ今何気ないことに考えてみよう。なぜ生きてるのか。これはすごく難しい。やっぱり運命の連鎖なのかもしれないね。やっぱね、死のテーマをするんだったら生きることもテーマにしなきゃいけないってめぐみさんも言ってたんで。だから今のさ、世の中ってマイナスなんだよな。マスコミとかがさ、いいニュースをさ、1割、それか9分くらいしか入れないじゃん。そう、なんか笑顔にしてほしいよね。確かにいいんだけど、不安はあるだけじゃダメなんだよ。対策法とか言わなきゃダメなんだよね。だから俺はフジテレビって呼んでるし、あれだろ、スキャンダルばっかやってさ、なんつうんだろうな、スキャンダルをやるのはあれか、スッキリとか、俺バイキングって本当気に食わないんだよね。さあ、本当に笑っていいとも、終わって、俺笑っていいとも、俺は好きなんだよ。面白いし、俺のお父さん嫌いらしいんだけど、いいなって。髪切ったって、頭切った。俺ね、髪切るときいつも頭切るって言ってるんですよ。よくよく考えたら怖いなって思ったんですよ。っていうのがお話で、YouTube 楽しいな。やっぱさ、俺もね、昨日ずっと考えてたんだよ。どうしようかな、今後。でもさ、いざ、このウェブカメで動画撮ってみたら、もうね、ニヤニヤが止まんないくらい楽しい。やっぱり、お話しするのが好きだし、今後は、ちょっと LINE ライブ、LINE ライブはダメだな。リアカでやることになるからな。ね、作るわ。アカウントをもう一個作る。アカウントってどうやってもう一個作るんだろうな。その LINE パスワードとかなんとかいろいろめんどくさいから、もう一回プロトキョっていう、個人のやつじゃないの作る。LINE アットはお金がないとできないんだけど、ああ、これ。YouTube 楽しいね。俺の YouTube もお金になってるけど、やっぱりね、俺が人気になれない理由っていうのは、何個もあるんだよ。いろんな理由が重なって人気になれない。まず、第一前提、やらなすぎる、YouTube を。時間が足りない。俺は、継続は力ない。水溜りボンドさんだって最初は視聴回数5回とかで、今の俺よりも低かった時代もある。でもやっぱ継続は力ないと。それは最初から有名になるやつなんてユナチャンネルくらいしかいませんと。ユナチャンネルっていうのも怪盗ピンキーのピンキーがネタを試行錯誤してどうやって妹を生かせるかって言って生かせた結果、ユナチャンネルが生まれた。だからあれも、だからなんでヒカルさんが9ヶ月で100万人あったかっていうと、
ヒカルゲーム、まあ、4年前からやってた、まあ、3年のスパンがあったってこと。考えたら、俺ね、YouTube の法則何個分かってんだけど、YouTube って人気になれるスパンは1年、2年、4年、5年っていうスパンがあるわけよ。で、5年超えたら YouTube はね、もう趣味感覚でやり始めていい。力はもう入れなくていいと思う。うん。っていうのも嘘。まあ、グレートサイヤマンだって、まあ4年、3年で花を咲かしてる。まあね、全部1年スパンなんだよね、YouTube って。人気になるのか。まあ当然なんだけど。まあ、1年ごとに1周年して俺はどうなんだと。頑張れたかと。うわ、俺のアップはちょっときついね、さすがに。まあ俺は登録日は12月24日のクリスマスイブにね、登録してるんで、でも動画投稿自体は、テストっていうのが最初の動画ですね。1月9日。まだ3ヶ月しかやってない。でも3ヶ月もやって、今動画本数は、ちょっとうるさいな。362本。まあ、俺が暇人だからいっぱい動画出すし、っていうのもあるよね。362本かって思って思えば、でも何も始まってないんだけど、でも3ヶ月で362本、チャンネル登録者数、20人。俺もマイチャンネルっていうのがあって、前のチャンネルは、俺が、ちょっと待って。俺結構ね、チャンネル開設日が、チャンネル開設日ってね、2012年10月21日って結構前からやってるんですよ。っていうのを考えたら、やってんだけど、動画全部消しちゃった。でもその時は、いろいろ問題って動画50本しか出せなかった。50本だけだよ。今じゃ360本。まあ、今、俺の動画誰も見てくれないよね、同級生で。すごいね、逆にすごい。逆にすごいでしょ。いや、でも、結構ね、手抜きにも程があるって感じなんだけど。あとね、俺の子分チャンネルは、あんま動画出さない。まあ、子分チャンネル、ホワイトマスクしかまともに動画出してないから。お、ホワイトマスク、初めての商品紹介って13回も言ってる。これ多分俺が見た回数ですかね。最初から2番目の商品紹介でもふざけてんだよ、こいつ。かゆいな。そう、俺、クラロワやってたの、今 CM でやってんだけど、クラロワやってたんだけどさ、ラファエル14世、あれ待って、チャンネル登録者は、ラファエル14世が一番多いのかな。公開動画なかった。結構動画出してない。やばいな。髪切った23回ってふざけてる。で、低評価1つつけられてるし。花粉 VS プロ東京ってね、これね、あんま意味ないからね。ノーカット版フライドポテトっていう動画もある。麦はやっぱりあんま揚げるもんじゃない。いや、
カチカチうるさいな。1分ってあんまり決め込みましたね。なんかさ、これボルサリーノハット、まあボルサリーノっていう会社があるの、その中折れハットの。中折れハットめっちゃ俺好きなんだよ。ボルサリーノってあんまいいイメージないけど。タイピング遅すぎだろ。ボルサリーノ公式。極上ハットあなたの。これね、高級ハット書店って。うわ。ボルサリーノってかっこよすぎじゃね？待って待って、かっこよすぎでしょ。俺もうボルサリーノが似合う男になりたいな。うーわ、こよ。ボルサリーノリボンついちゃってんじゃん。バナマフレイン。でもやっぱ黒でしょ、ボルサリーノって言ったら。麻生さんがつけてるやつかっこいいな、ボルサリーノな。100均で中折れハットあるから買うわ。今度ボルサリーノたけしってチャンネル作るね。ボルタケってやつね。じゃあボルタケって名前で今度チャンネル作るわ。サングラスね。まあ、メンバーはね、ちょくちょく増えていくんだけど、まあ、このね、俺の今4人いるやつらがいるじゃん。YouTube 界のエクゾディアの中にいるホワイトマスク、ハゲダンディ、ドクメアックス。この4人、ラファエル14世、ホワイトマスク、ハゲダンディ、ドクメアックスたちは、俺がこいつらになりきりたいなって思った時はやります。あと、大井ザコ2からの11ステージをクリアできるかっていうのね、すげえ。低評価16。これは悲しいよな。悲しいな。なんで今365人って1年じゃん。最近これ動画上げてないな。ドキドキプレゼント、キモータバイステハゲチャンネル、こいつね。カリルが自慢話をするとき、
くんってつまんないよな。はっきり言って。で、そのくんを経営してアマゾン行っちゃダメだからね。くんにお金入っちゃうから。登録解除解除。こんな俺クン嫌いだからさ、子供みたいだからさ、何もされてなくても嫌いだからってことで、バイバイ。